はい、追加放送です。23時ですね。まあ明日の朝を待つまでもなくこのようになりました。まあこのパターンで結構出てくるんで、先ほどお送りした相場解説も合わせてですね、しっかりと覚えておいていただきたいかなと思います。まあ今回は私もかなり自信があった取引ですんでね、皆さんにも一緒に利益を出していただくことができたんじゃないかなと思います。このぐらいね、これ1時間足なんですけども、これぐらいはっきりとした陽線は、久しぶりに出しましたね。やっぱり先ほどのね、昨日の3本の陽線取り損ねましたからね、このぐらいかっこいいとこ見せとかないといけないですね。15分見てみましょうか。ほら、顕著でしょ。もう右肩上がりがグッと出てますね。4時間の方でもはっきりとした特徴が出ています。 W みたいな形になるっていうふうに申し上げたんですけども、その通りになってますよね。4時間足デイリーはこのようになって、やっぱり2点続を作るような形で W は右辺が強いという形を作るかどうかってところが明日以降の勝負になってくると思います。それではおやすみなさい。